少々量落ちちゃうんですよね私。こんばんは、ということで、こんばんは、あれにけちゃった。アパプガールズ学校に行きのカシマエです。帰ってきました。イエイ、無事にチェキ会ですね。たくさんのご応募ありがとうございます。ありがたいことに私完売ということで、もうすぐ駆け足になっちゃって最後の方、ね、ちょっとお名前をお呼びできな、お呼びすることしかできなかった方とかもいらっしゃったりしたんですけど、本当にたくさんの方に応募してもらえて嬉しかったです。明日じゃない、また次回ね、合同チェキだったりもおうちチェキだったりもね、あったらぜひ参加していただけたら嬉しいなって思うんですけど、久しぶりにメイクをした状態で配信をしてる。あ、昨日でもしたか、でも今日本当ガチガチお仕事用メイクって感じがしてるね。うん、で今日三つ編みしてたんですよ。分かった人いるかな。ドローン、ドローン、はーい、実は三つ編みだったっていう、はい。あ、てってちゃんありがとうございます。Thank you。 実家間に合わなかったかアーカイブ楽しみしてます。そう、アーカイブもあるから、あ、やったよこうやって書いた、ただ結んでるだけかと思ったでしょ。ちょっとね、三つ編みをしています。三つ編みができるようになっていたりしますね。あら、なんか回ってる。コマ様ありがとうございます。ラブが回っております、ありがとうございます。もうちょっとしたらポニテも見えるかもしれない。本当は本当にマジで、あの高い位置での三つ編みを頑張ってやりたいと思っております。アーカイブ高画質上がるかな、どうだろうどうだろう。あやちゃん暑くないと、暑い、今日暑いですね。これからお風呂入るんですけど、明日も朝早いのでちょっと全力で急いでやんなきゃいけないんですが、姉ちゃんが帰ってきて今急いでお風呂入ってるということなのでね。てってちゃん、ハートありがとうございます。レアガムハートありがとう、元気よね。たくさんのハートをいただいております、イエーイ。シャオティの社交ダンス見た、見ました、すごかったな。私の推し面ですね、シャオティ。うちの推し面がすごい、昨日じゃない、この間が、私あれいつやったのか分からないんだけど、社交ダンスでね、1位取ってたんだよね。そう、ててちゃん YAK ありがとうございます。そう、なんか今日じゃない、さっきさ、誕生日にさ、スタッフさんからもらったレモネードを飲んでるんですけど、めっちゃ美味しいね。でも下になんかシロップが溜まってたっぽくて、めっちゃ甘いわ。あの割るやつ、炭酸とこういろいろ割るやつをさ、甘っ。はい、なんとかターストリーストーリーって、へえ、私あれだよ、荒野行動の初期設定って言ってる。いつもタンブラーじゃない、そう、いつもタンブラー置いてきちゃった、あっちに、自分の部屋に。甘っ、ちょっと甘い、レモネード、あんまりレモンが好きじゃないんですよ私、酸っぱいのがめっちゃ苦手で、でもこれ超美味しい。甘すぎたな、シロップ固まってるわ、でも美味しいです。酸っぱいくはないかな、酸っぱくない、甘いから飲める。ファイ、ファイなんだろう、何スターストーリー知らないそれ。なんだろう、水出されて、後で出そうかな、お腹いっぱいなの。今日さ、白いスカート入ってるんだけどさ、ねえ枯れこぼしちゃったね、どうしたら取れるこれ、ね、泣きそうなんだけど。今日いろいろありました、はあ、う、顔すっきりしたねって。あ、実はですね、明日撮影なんですよ。でも朝一からリハーサルなんだけど、実はちょっとそう、リハーサル終わってすぐソロで仕事撮影ですなんですよ。でもあのそのために結構ね、食生活すごい気をつけてやっていたりしたんだけど、
実家に帰ったらすごい食べた。あんま意味なくないって思っちゃったんだけど、でも昨日か昨日夜ご飯抜いたんですよ。結局はもうお腹空かなくて、でもねちょっとだけねスナック菓子を食べてしまったって。ピエンピエン、そうおでこ綺麗に治っております。やったー、あーほらめっちゃ綺麗に治ってる、よかったです。こんばんは。でもちょっとここにニキビが1個あるのがね、ちょっとどうしようかな。ありありゃ、そうなんですよ。かっこいいただきました。ジークリート君ありがとうございます。実家別腹、そうじいちゃんとご飯食べちゃったからさ。そうなのよ。それ社長に今喋るなって言われた、お仕事。あ、この間社長に喋るなって言われたのは明日発表になります。お楽しみにしていてください。よかったって。あ、めっちゃ腕が今日はすごいかゆいですね。やっぱね日焼け止めがね荒れちゃうんだよね体。じいちゃん何をおごって思ったんだけど、ご飯ママのお仕事してるところに食べに行きました。そう、ちょっと姉ちゃんがねお風呂上がってくるまでの配信なのでちょっと短くなっちゃいそうだな。姉ちゃんなんか上がってくるの早そうな気がしてきました。あとはなんかこういろいろこう8月を嬉しいお知らせができそうでお楽しみにあともう一個嬉しいお知らせがあったりするんだけど、それはまた内緒です。急遽決まるのも楽しいですね本当に、うん、どう？なんかさお昼に言ってたのがあれなのよ。お昼に髪型可愛くするからラジオにするねって言ったんだけど、これがやりたかったっていうねリリーメの特典会がめっちゃ楽しそうで羨まれた。お、そうですね、アップアップガールズかこにきですね、8月の16日にニューシングルリリース決定。こちらのリリースイベントが8月13日から始まるんですけども、皆さんよかったらねいろんなとこ行かせていただくのですが、カナフリーですのでね、よかったらお越しください。ちょっとね遠征できないのがちょっとビエンビエンではあるんですが、多分配信とかもあると思うのでぜひね参加させていただけたら嬉しいなって思っております。はい、そしてね本日は、ユニゾンラインという MV、 ユニゾンラインっていう曲、新曲の MV が公開されましたね。これをずっと皆さんにお見せしたくてうずうずしてたものではありまして、どうでしょうどうでしょうどうでしょう、どうだった。早い段階で姉ちゃんが出てきてしまったので、お風呂上がってからまたミュージックビデオのこう話をさせていただきたいなと思いますね。そうしましょう。やべえ、かっこよかったですか。あー、よかったです。ちょっとお風呂上がったらもう一回ちゃんと配信しますので、また皆さん見に来てください。めちゃめちゃ短かったんだけどこの配信なんやねん、ごめんごめん。もう私も早くお風呂に、明日さ結構大事だからさ、ちょっとねいろいろやりながら配信になっちゃうかもしれないんですけど、待っててくれます。多分11時過ぎくらいからもう配信できるんじゃないかな。はい、絶対やります。はい、急ぎます。11時過ぎぐらいかなになる気がしますが、配信は交代しないです。お風呂だけに、ね、入ってきます。でもこれちょっと小髪が、髪型が今日こんな感じだったからね。今日もお仕事お疲れ様です。会場もヘトヘトですが、また明日もね朝一かリハなので頑張りたいと思います。イエーイ。それではあったそれではまた後でお会いしましょう。では、着せーの以上です。まったいん。